あの子はいつも焼きもち焼きで困る。そんなあの子に恋をしたのは俺さ。知らないどうしてさ、他の誰かとどこかおしゃべりしてた日にゃ、ご機嫌斜めさ。機嫌直しておくれよ、うまいものでも食べてスタミナつけたなら愛し合おうよ。好き好き焼き好き、焼き餅焼き好き、焼き餅好きあって朝まで愛し合って。好きなあの子と今日は久しぶりだぜデート。うまいもの食べ歩いてご機嫌なのさ。渋谷原宿白金、銀座赤坂青山、神田上の浅草、横浜もいいねいいね。好き好き焼き好き、寿司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 、天ぷらうなぎいいね、しゃぶいいね、いいね。そんな、まあ会話をする、まあこれ別に恋の会話でなくてもいいんですけれども、その場合にやっぱり大事なのは、相手をこう気遣うこと、そしてなんかいい印象を与える。それも自分が男性として、あるいは女性として、相手の異性にいい印象を与えるような心遣いというものが欲しい。これを誤解しますとね、なんか非常にキザなことを言えばいいと思うんです。そうじゃない、好き好き焼き好き、焼き焼き焼き豆腐、白滝こんにゃく、肉肉肉いいね。好きなあの子と俺は日本に生まれたのさ。うまいものだけ食べて愛し合うのさ。